宙よ、今こそあるべき姿に。やあ、フロック。ないや。ナイアルラ・トーホテップ。そう、それが僕の本当の名だ、クロー君。長いこと。ご苦労だったね。何のことだ。君はね、この前も、そのさらに前も、そのさらにさらに前も、そうやってマスターテリオを戦っていたんだよ。まあ、前回まではマスターテリオにお呼びもしなかったんだけどね。輝くトラペゾヘドロ、それを取るにふさわしい器になるために君は戦い続けていた。僕の手のひらの上。シャイニングトラペゾヘドロ、あれは一体。正しい本来の宇宙さ。僕たち邪神が生きる、おぞましい邪悪に満ちた限りなく美しい宇宙。連中に敗れ、あんな形に引き裂かれてしまったけどね。連中？輝くトラペゾヘドロには僕たちの宇宙が封ぜられていた。あれに射抜かれた者が引きずり込まれる異界の正体、それだ。僕たちの宇宙にね、ああやって今の宇宙から断絶された。お前の目的は？輝くトラペゾヘドロンの破壊、そして僕たちの宇宙をアザトウスの庭を解き放つ。君たち人類を圧倒する、観測者たる僕たちは、君たちの宇宙をも僕たちの望む形に変えるだろう。そして三千大千世界はあまねく僕たちのものとなる。連中の存在など跡形もなくレコードから否定し尽くしてやるさ。神様ともあろう者が随分とその連中ってやつを恐れているんだな。人という種の性の極限である。と
負の極限であるマスターデリア、その二人が放つ相反するトラペゾヘドロンのエネルギー、その衝突がトラペゾヘドロンを破壊する。ありがとう、クロ、君のおかげで僕は悲願を達成できる。そうやって全てを自分の思い通りにできると思っているんだな、腐ったれ。そう、つれなくするなよ、クル。確かに僕にとって君は手駒だったけどね。君のことを気に入っていたのは事実。僕は君を愛しているのさ。ただ僕にはこんな愛し方しかできないだけで。全ては終わったんだ。あとはただ君のことを愛し続けよう。マスターデリオンもこうやって無限の中に捕らえたのか。マスターデリオンは解放してあげるさ。あの子はもう疲れ果てていたからね。無限から解き放たれ、どこに落ちるか知らないけど、あの子が望むんなら仕方ない、ね、それじゃ僕が寂しいじゃない。だからクロー君、今度は君が僕を慰めてくれ。僕は君に果てのない快楽をあげよう。それは永遠、シスラ終焉を迎える永遠。狂うことも壊れることも好きなだけできる。だから際限なく一辺の慈悲もなく君を愛する。それが愛を交わすってことなんだよ。
ティが逃げ出しました。探して見つけ出して捕まえ、首を絞め、首を吊り上げ、首を跳ねる。はい。起きて、お兄ちゃん。朝だよ。早くしないと遅刻しちゃうよ。いやん、お兄ちゃんねっち。お兄ちゃん、おはよう。お兄ちゃん、おはよう。お兄ちゃん、おはよう。母さんは？そこに。行ってきます。行ってらっしゃい。行ってらっしゃい。お兄ちゃん、忘れ物。はい、お弁当。この中にあなたの宇宙が収まっているのです。だがあなたという存在はこの脳みそから溢れ出てしまった。ロードアイランド病院から持ち出した脳みそもあります。
モルヒネと一緒にいかがですか？終点、終点。原子の卵、宇宙卵、無精卵。どうしたのですか？神様が羽化しました。夜明けにおいて生まれました。黄昏には幼子になって死ぬでしょう。ルテン、逆転、人造天国、再生楽園、フラスコ。まだ早い。
まだ出会うには早い。残念、ここまでだ。クロ、君は僕のものだ。まあ、そんなに怖がらなくてもいいじゃないか。まあ、怯える君も可愛いけどね。
Thank you.